皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は絶賛公開中のホラー映画、イットのミニゲームを実況させていただきたいと思います。確か今公開されてるのってリメイク版なんだよね。見たいね。霊夢はこの映画もう見たんでしょ？うん、見たよ。ただひたすら主演の女の子が可愛い映画だった。このピエロって実在する連続殺人鬼を元にしているらしいね。ジョン、ケイシーっていう凶悪犯やで。ほほう。聞いた話だとこのゲーム、超鬼畜難易度らしいので最後までクリアできるかわかりませんがご了承ください。それじゃあやっていきましょうか。始まりましたな。鍵を探せみたいなこと書いてあるね。クリックでいろいろ調べられるのか。中に何か入ってる。紙切れみたいなのを手に入れたぞ。何に使うんだろ。フラッシュライトだ。金庫を開けるのにパスコードが必要みたい。今はまだわからないっぽいね。土が入っとる。スコップだ。これであの土を掘れるのかな。どうだろ。何か植えればいいのかな。他のところも調べてみるべ。あ、紙切れありましたねー。全部集めると1枚の紙になりそう。この顔他のホラゲで見覚えある。紙切れあった。あと1枚かな。そこだ。これで完成のはず。ペニーワイズ対戦だ。この紙が何かのヒントになるのかね。業務よ、よーく見てみるんだ。あ、右上に数字が書き記されてる。パスコードは間違いなくこの数字やね。うわ、不気味だ。こんなもん金庫に入れるなや。この仮面どう使うんだろう。かぶるのかな。これ開けるのに鍵が必要っぽいわ。次は鍵を探せばいいわけね。ここに仮面を埋めるのかな。うまいこと入りましたな。すんごい不気味やね。 BGM がなんだろうこの不穏な感じ。あ、風船割れたと同時に何か入手した。アイテム欄に鍵が増えてますな。ということはまた妙なものが出てきたぞ。プロジェクターかな。どちらかを選べっていうことですかね。左の扉には怖くないって書いてあるような。なら左の扉にしよう。というか左の扉しか選べないっぽいわ。そうなんだ。なんか始まったぞ。説明を見た感じ脱出ゲームっぽいわね。背景が下水道っぽいわね。とりあえずスタート。かなり暗いな。ペニーワイズの声もしたわ。なんだろこれ。クリックすると少しずつ動くわね。すべて開けきればここから脱出できるのかな。そうだと思う。開けるの結構時間かかるな。この間に敵が来てそう。怖いこと言わないでよ。ひぃ、ほら、このジップライターで撃退できるのかな。微動だにしないね。できるだけ早く開けきるにはクリックしまくればいいのかな。静かなのが逆に怖い。なんだったの今の。見事に襲われてゲームオーバーですな。あんなのどうやって撃退すんのよ。ライターをうまく使えるタイミングがあるんじゃないかな。敵の様子も伺いながら開けないとダメってわけね。多分敵がギリギリまで近づいてきた時にライターの光を当てるんだと思う。なるほど、試してみるよ。残り半分ちょいやな。ここいらで一回確認。左から2体来てますな。お、今ので撃退できたみたいね。かなりギリギリまで迫ってきてないとダメなのね。なかなか面倒ね。いいぞその調子だ。今度は右から敵来てる。残り半分を切った。まずい、両サイドから攻めてきた。開けるにつれて敵数も増えてくるのか。怖い。いいぞ。連続撃破だ。これ脱出できるんじゃないか。いけそう。敵めっちゃ来とる。あと少し。頑張れインム。業務だよ。ライターめっちゃ荒ぶっとりますやん。頼むクリアさせてー。いやー、今のは惜しかったね。あとちょっとだったのに。今回こそは。これはいけそうだぞ。ここまで来るの20回以上失敗してるんだ。後半になると敵のラッシュが半端ないわね。いけおお、やったー、クリアだ。よく頑張った。しかし次のミニゲームはもっと難しいらしいよ。今のでもかなりきつかったのに。まあとりあえずやってみるべ。これは、何かの写真。
何をすればいいんだろう。シャッターを開閉できるみたいね。さっきのジップライターみたいに何かを撃退するのに使うのかな。至って普通の写真だね。どうしろってんだ。あ、また変わった。子供たちが遊んでる。滑り台で遊ぶ2匹の子豚か。子豚じゃなくて人間だぞ。前回のステージみたいにどこかから化け物が迫ってきてたりするんかね。今のところ特にそのような気配はないけど。我々が何かアクションを起こさないとゲームが始まらないとか？いや、ゲーム自体はすでに始まってるっぽいよ。ほう。子供が出てきたりショベルカーが出てきたり統一性がないわね。映画の元になった事件と何か関係があるのかも。それにしても写真のバリエーション豊富ですな。そのうちヨウムのハレンチな写真も出てきそう。そんなもん出てこんわ。わあ、風船があるぞ。どういうこと？このゲームで風船と言ったらピエロの化け物。うわあ。今の何なのよ。どうやらあの風船が写真に現れたらシャッターを開けてこの部屋を明るくしないとペニーワイズが襲ってくるっぽいわね。そういうことね。次風船が出てきたらすぐにシャッターを開けよう。うん。風船だよ。これでどうだ？すぐ開けたから大丈夫だと思うけど。うわあ。開けてたのになんで？おそらくシャッターを閉めるのが早すぎたんだよ。次の写真に変わるまで開け続けてないとダメってこと？だと思うよ。それならずっとシャッター開けてれば最強じゃない？おう。さすがにそこまで甘いゲームじゃないのね。うむ、素直に風船が見えたら次の写真に切り替わるまでシャッターを開けておくのがベストだと思う。一度は定石通りにやってみるべきよね。姑息な手段はしお招くんやで。すみませんでした。風船来た。シャッターを開けてっと。絶対に次の写真に変わるまで閉めたらダメよ。もちろんです。なんでよなんで別のやつまで登場してくるのよ。説明よく読んだら後ろからも化け物が襲ってくることがあるみたい。ってことは写真以外に背後も確認せなあかんの？そういうことになるわね。難しすぎー。今のところは大丈夫そうね。たまに風船以外にペニーワイズ本人が写真に写ってることがあるんだけど。アウトなやつだ。シャッター案件ね。写真が切り替わるペース早くなってない？進めば進むほど早くなるらしいよ。強制的に難易度が上がっていくんか。多分私たちにはクリアできないと思う。希望を捨てたらダメよ。ペニー氏の出現頻度も上がってきてますねー。問題のない写真の時に背後を確認するのがいいわね。一瞬の油断が命取りになるゲームや。心臓に悪いゲームだわ。早くクリアしたいね。いつになったら終わるの？終わりが見えないのも恐怖のうちの一つね。こんなゲームやる人の気が知れないわ。お前じゃあ。この写真今までと何か違くない？今の写真もアウトだったの？水が赤く染まってたからそれがアウトの印だったのかも。やっぱりこのゲーム私たちには無理だわ。クリアするより先に心臓がゲームオーバーになりそうね。もうギブアップよ。ということで、我々にはクリアできませんでした。このゲーム、無料でダウンロードできますので我こそは。という方がおられましたらぜひチャレンジしてみてください。動画の概要欄にダウンロードリンクを貼っておきます。てなわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。